南口阿戸川駅は、滋賀県高島市阿戸川町西万木にある、西日本旅客鉄道湖西線の駅である。駅番号は、JRB16。ホーム島式ホームに目に四線を持つ、対比設備を備えた、高架駅になっている。改札口は1カ所のみ。ホームの長さは260メートルで、ホーム有効長は12両である。片駅が管理し、JR 西日本交通サービスが、 駅業務を受託する業務委託駅で緑の窓口 IC カード専用簡易型自動改札機、自動券売機などが設置されている。交通系 IC カードのアイコカエリアに含まれており、各種交通系 IC カードが利用可能でアイコカについては窓口で購入可能。エレベーターと LED 式発車案内表示機が2009年3月14日。 ダイヤ改正までに設置され供用を開始した。日中時間帯は1時間あたり2本が停車し、そのうち1本は新快速である。新快速、快速ともすべて停車する。1.4番乗り場に停車する列車は、一部列車を、除き車内本のため、開閉ボタンを使う。滋賀県統計所によると、1日平均の乗車人員は以下の通りである。 旧阿ド川町の中心駅であり、高島市内では、大見今津駅に次いで多く、かつては急行、立山が停車していた。駅名となっている阿ド川は、新旭駅とのほぼ中間を流れている。東側西側く木線は、当駅に発着する京都方面への列車との接続が考慮されており、おおむね数分十数分で乗り継げる、ダイヤ設定になっている。ありがとうございます。